はい、こんにちは、華道家の宮本理丈です。今日はご自宅に飾っても恥ずかしくない生け花ということで、紹介させていただきたいと思います。コロナも明けてご自宅に友達だったりお知り合いを呼ぶ機会も戻ってきたんじゃないでしょうか。まあ、そんな時にね、恥ずかしくないっていうかね、かっこいい見せ方、あとお花の選び方、そんなのをね、ご紹介したいと思いますので、最後までぜひご覧ください。じゃあ生けていきたいと思うんですけど、まずおもてなし、まあ、ご自宅でも、まあ、店舗でもいいんですけど、喜ばれるというか、喜ばれるしおもてなしに値するというかっていうのは何かっていうと、まずね、本当にその時期の季節のお花を使いましょうっていうことですね。通年売っているお花ってやっぱり多いですよね。バラだったりカーネーションだったり、まあ、カーネーションは若干母の日のイメージがあるかもしれないですけど、日本ってやっぱり四季折々の花材があると。桜はもうないですよね、今ね、5月6月になるとね。だから3月4月に桜があると、その時期が来たんだなっていう思いを馳せることができると。季節感があるお花を生けましょうということですね。で、今日私が選んだのは、わかります？これはテッセンというお花、初めてですかね。クレマチスって聞くと、もしかしたらわかる方いらっしゃるかもしれないですけど、これは、初夏のお花なので、5月6月に生けるとよろしいかなと思います。じゃあまずは生けていきましょうということでやってみますが、見てこれ、まず刺さらないのは刺さらないんだけど、ふらついちゃうの分かります？これなんでかというと、これつるものなんですね。と皆さんが分かりやすいので例えると、朝顔は支柱があって、それにこう絡みつくように成長していきますよね。それと同じです。なので、こういう時はこうやりたいとしても、支柱を作るっていうことなんですよ。これ僕はたまにこういうの使ってます。これわかります？すだれ。すだれですよね。すだれってこれ竹でできてるじゃないですか。これを支柱にしちゃうと、すだれをばらして、そうで、こういうつるものの場合は、こう支柱があるとあっていいのって話なんですけど、いいんです。支柱すら作品の一つとして見せるということですね。なので、ここはここで一回くくる、2箇所ぐらいね、くくってあげると、こうなると支柱ごといけるということですね。で、止まりましたよね。で、まあ安定もしてるということです。 2,3 本いきましょう。このなんか使っていいんだってのでね、皆さん喜ばれますよね。むしろこの竹をこうあえて出すとかね、それも面白いと思ってくださるとね、いいですね。で、まあ水切りと、これは水揚げ剤とね、両方やってますけどね。だからこれ見て、竹の支柱とこのクレマチスの茎を刺している位置は一緒じゃなくてもいいと。むしろ一緒じゃない方が竹も見せれますが、大変。竹も見せれたりするので、同じところに刺す必要はないですね。なかったりしますね。刺してもいいんだけど。こういうクレマチスみたいなお花ですね。なかなかこう、私がいつも教えているような花形みたいなのに合わせるのが難しいですよね。そういうのはもう、このお花のね、良さらしさをどう出していくかみたいなのに集中しちゃうっていうことですよね。それでいいと。あまり形にこだわらずにやってあげてもいいかなと思う花材ですね。とはいえ、基本がないとそれもできないので、それも大事だよねっていうことでもあります。どうですかね、最近家に
人が遊びに来たりってどうなんですかね。増えてますかね。徐々に増えてきてますね。あ、だとすると今日のレッスンは少しは役に立つかもしれないですよね。お家に花生であったら結構注目しますね、やっぱり。あ、そうですか、はい、僕はなんか仕事、職業病っていうのがやっぱ見ちゃうんですよね気になっちゃうんですよね。気になりますよね。あのそれはしょうがないよね、許してくださいって話なんですけど、気になっちゃって、だから嫌な客かもしれないですね、僕が行くのはね。お花生きてる人にはどうなんですかね。嫌ですよね、ちょっとね。まあ、評価されればきっといい気分にはなるんじゃないかな。ああ、なるほど、褒めてあげればいいのか。そうですね、褒めてもらえればより気分は上がるのではないかなと。なるほど、先生に褒めていただいた、もう見ていただくだけでもきっと喜ばれると思います。やっぱりだといいですね、本当に。この子いいですね、いい感じでこれが入りましたね。これぐらいの長さになると別にいらないか、支柱ね。うん、こいつが立たないな。あ、これで立ったかな。意外と重たいんでね、鉄線っていうぐらいでね、あの茎がね硬いんですよ。鉄まで行くかどうかは分かんないけど、硬い茎なんですよね。なかなか折れにくいという、折れにくいっていうか、なんかなんつうのかな、なんか無骨な感じっていうか、わかります？すごい、いや、硬いですね。柔らかくないでしょ、はい、あのそんな、ただ鉄かって言われるとあれなんだけど、いや、でも何となくわかります？相当硬いと思います、うん、なんか想像の4倍くらい硬い想像の4倍くらい硬いそうなんですよ、硬い茎が特徴ですね。なかなかいいですね。はい、じゃあこれ正面からですね。よくないですか、これ鉄線の、まあ、上品さ、色のね、上品さと、やっぱ季節感も出るし、ね、この竹、見えてても変じゃないでしょう。かっこいいっていうか、これもこれ。自然ですよね。逆になんか、ないと、なんで立てんのって話でもあるし、あの、理由があっていいというか、そんな感じもして、ね、よろしいんじゃないかなと思います。とはいえ、これでいいっちゃいいんだけど、もう少しお花を添えてみたいと思います。まあでも実際これ飾ってあったら相当すげえってなりますね、やっぱり。そうよね。一般の家庭は大体お花買って置いて、はい終了ですけど、そこに一手間加えるって結構びっくりしますね。すごいってなりますよ。はい、じゃあちょっと次のお花。綺麗じゃない？可愛くない？可愛いですね。これはこれはね、アルケラモリス、可憐ですね。品種はね、ロブスターって書いてありました。なんか葉っぱのね、これ触り心地がいい、産毛というか、なんかふさふさしてる感じ。ちょっと触ってみる。あ、すごい。わかる。すごい。触り心地がとてもいい。とてもいいでしょ。これ葉っぱがね、いいと。お花も可憐で。かわいいですね。かわいいんですよ。これはなんか合いそうでしょう。この。すごく色味合いそうですね。これをちょっと間から覗かせてあげるという作戦ですね。これ後ろにしよう。初登場ですね、私のチャンネル。ね、まあ、こういう、まあ、反対色ってなりますけどね、こう紫と黄色とかってね。やっぱり、あの、収まりはいいですね。足元にも入れましょう。こいつちょっとポツンとしててかわいそうなんで添えてあげると、うん、いいですね。先ほどと比べるとすごい様変わりします、ね、様変わりました。正面からも撮ってみましょう。黄色入ってね、ちょっと爽やかさが出たというか、ね、鮮やかさが出たというか、カラフルになって、これからの季節に合う色ですね。ですね。最後はおなじみですかね。これはリキュウソウという草花ですね。あ、今日のは腰がないですね。これは足元と若干流れも作りたいなと思ってましたが、うん、まあいけるか。
竹串がいるぐらいこうなっちゃうと、まあ、ここで切っちゃおうかな。上がったの分かります今。分かりましたね、うん、さっきは下ってなった。自分の重みで下がっちゃうのを先端を落とすと上がると。で足元にも入れたいですと。これも今日なんか細いのが多くて剣山に刺さらないので引っ掛けるように入れるっていう感じなんですよね。とはいえそれでも引っ掛かりもしないという今感じなんで困ってます。次に刺したりして安定させましょうと、うん、下にも2つ入って後ろにも入れたいですね。ここね、ああ決まりましたね。あと真後ろ、うん、いいじゃないでしょうか。はい、今日はおもてなしのいけばなということでいけてみました。鉄線とアルケミラモリス、これはあまりのお花を小さい花瓶に入れてみました。可愛くないですか。これはお手洗いに行きましょう、ね、こうなると例えば玄関であったお花がトイレでもあるとなんか統一感もありますよ ね。そんな感じでやっていただけるといいかなと思います、ね、なかなかいい感じで入りましたね、はい、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。